フェルトを使って作る簡単なティッシュケースです。縦13センチ、横18センチ。半分に折ってからまた半分に合わせて折り紙を折るような感じで形を作ります。端を簡単に待ち針で留めます。形を作っておいて簡単な模様をチャコペンシルで描きます。待ち針を取って広げたら2本取りの糸で縫い取りをしていきます。裏から針を出して並縫いしていきましょう。線に沿って並縫いをしていきます。糸がつれないようしっかり伸ばしながら縫っていきましょう。最後は玉留めですが、布を置いたままくるくるしている子を時々見かけます。必ず裏と表からしっかりと針を押さえてこの針に巻きつけましょう。くるくると巻きつけたら根元まで寄せてから親指の爪でしっかりと押さえ針を引き抜きます。こうするときれいな玉留めができます。点の部分はボタンを使いました。裏から入れてまた表から入れます。ボタン付けと同じように2回糸を通します。飾りとして縫い付けるだけなので足は作らずこのまま玉留めをして終わりです。これで模様の完成ですが、もう一手間かけてみましょう。並縫いの間の離れている部分に糸が出るようにもう一度並縫いをしていきます。表から見ると本返し縫いのように見えます。糸の色を変えると模様にもなります。模様の縫い取りができたら、はじめと同じように折っていきます。まず半分に折って中心を見つけたら、そこにまた半分に折って待ち針を打ちます。待ち針は最初とは違って、布端に対して直角になるように打ってください。反対側も同じようにします。玉留めが見えないように布と布の間から針を入れます。そうしてかがり縫いをしていきます。真ん中の部分は破れたり広がったりしやすいので、一針返し縫いをしておきます。
端まで来たら、今度は布と布の間から針を出し、少し強めに引っ張ってから玉留めをします。これを中に押し込んでおけば、外側からは玉留め、玉結びが見えません。こちらは並縫いでやってみましょう。同じように間から針を入れて並縫いしていきます。真ん中のところは返し縫いをします。端まで行ったら少し引っ張っておいて玉留めをします。どちらのやり方でも好きな方のやり方を選んで作ってみてください。